はい、こんにちは、レトスノーノです。ここ1週間ほどですかね、 YouTube の読者さんやメルマガの読者様からご質問、ご相談、お悩み、こういった内容を受けて無料で回答させていただきました。勉強法やモチベーションの維持の仕方、テキストの使い方、具体的な問題に対する理解の仕方などを解説してきました。実際個別指導ではお客様ごとに様々なご質問ご相談に対して個別具体的に解説しております。これまで勉強してきた中で誰かに相談乗ってほしいな、解説してほしいな、そう思ったことはないでしょうか。個別指導では私がいつも一緒にいて、勉強に行き詰まった時いつでもご相談いただけます。これが個別指導の大きなメリットです。これまで宅建の勉強してきた方はもちろん、今から勉強を始める方でも今年の試験で合格していただける自信があります。でも個別指導ってイメージできないな、そう思っているのではないでしょうか。今回は具体的に個別指導がどういったものなのか説明させていただきます。そして今回3月末まで期間限定の割引価格でご提供させていただきます。4月になると値上がりしますのでご注意ください。では個別指導の内容に入っていきます。まずは弊社の個別指導で使っていただくテキストと過去問集です。なぜ、どういうことという疑問がなくなる合格テキストと過去問集、合格に不可欠な理解学習を効率よく実践することができます。理解学習とは具体例や考え方、イメージ、理由付けなどを行いながら勉強の質を上げる学習方法を言い、覚えたことを忘れることなく頭に定着させることができる学習法です。合格するために絶対に不可欠な学習ノウハウです。そして弊社レトスの教材を使っていただければ誰でも必然と効率的な勉強法である理解学習を実践していただくことが可能です。その理由はテキストや過去問集の解説の中に理解すべき内容まで記載してあるからなんですね。問題文の読み方、答えを導くためのノウハウも教材に記載しております。独学や予備校、通信講座で実践するのが難しい理解学習、弊社の教材を使っていただくことであなたも実践していただけます。このノウハウを今すぐ習得して、これ以上無駄な勉強は今日でおしまいにしましょう。続いて、勉強を続けることができないといった課題を解決できる学習習慣プログラム、計画表の作成サービスとワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートサービス、この2つを使って無理なく勉強を続けることが可能になります。わかる、できる、続けるから宅建合格できるんです。弊社レトスが計画表の作成から修正まで行います。具体的には1日単位で今日何を勉強しなければいけないのか、それが計画表に記載されております。なので計画表を見ていただければあなたが今日勉強すべき内容がどこなのか一目瞭然で分かります。毎日勉強すべきところが分かるので何から勉強しようと悩むことなく勉強に集中していただけます。また1週間に1回私からあなたに対して勉強できているかどうかを確認するためのメールをお送りさせていただきます。もし怠けてしまって勉強できていないというのであれば、勉強できていない旨をメールで返信していただければ勉強を再開するためのアドバイスも行っております。実際問題として、独学の方、予備校生、通信講座受講している方で勉強をずっと続けている方っていうのはあまり多くありません。多くの方が一定期間勉強するけれども怠けてしまって、また一定期間勉強しないで、試験が近づいて、あ、これはまずいと思ってまた勉強を再開する、こういった方非常に多いです。でもこれだと勉強したけれども勉強しない期間が長いことによってまたスタート地点に戻っちゃうんですよね。これだと一向に実力は上がりません。勉強は続けていないと勉強の質は落ちるし、また勉強量も少なくなってしまいます。そのためこの学習習慣プログラムで勉強の質も勉強量も落とさないように仕組み化しております。そして3つ目、受講者だけど受講者専用解説ページ。わからないことがあってもいつでもどこでも勉強することができます。
これどういうことだろうって思った時でもすぐに解決できる解説動画が300本以上あります。補足的な内容なので、弊社の過去問集の解説を見てわからない場合、テキストを見てわからない場合はそちらの動画を見ていただき、理解学習をさらに充実させていただければと思います。もちろんわからない部分は後でもお伝えするんですけども、わからない部分があれば直接私にメールでご質問いただいても構いません。4つ目、全13回の小テストと各分野の総合テストで実力確認だけでなく実力アップも測ることができます。全13回の小テストでは単に実力確認ができるだけではなくて、解説が相当詳しくなっているのでさらに実力アップが測れます。別角度からの出題により本当に頭に入っているのか理解できているのかを確認することができます。また本試験同様、1問4択の総合テストでは本試験対策を行います。1問1答では答えられるけども4択になると答えられない、そういった方多いんじゃないでしょうか。こういった方も4択解けるようになります。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他、各分野1回ずつ合計4回の総合テストがあります。この総合テストで4択問題の解き方、ぜひ身につけていただければと思います。5つ目、あなたは一人じゃありません。24時間365日質問し放題、すぐに不安の解消と悩みを解決することができ、私とあなたの二人三脚で合格を目指していきます。わからない問題が出てきた、不安になってきた、勉強ができていない、そんな時はいつでもメールしていただければと思います。質問回数は無制限なんで安心してご質問ください。回答は原則12時間以内に行わせていただきます。夜中にご質問していただいたとしても翌日には返信させていただきますので、早急に疑問や悩みを解決することができます。質問の仕方はメールのみとなっておりますが、テキスト何ページの何々が分かりませんとか、過去問集の P 何々